はい、どうも、しょいてぃぃぃです。よろしくお願いします。本日はですね、皆さん見てもらえればわかるんですけど、全身アクティブームの、インナーシャツでございます。まあ、今年に入って、まあ、新商品がたくさん、販売されたんですけども、まあ、僕、野球 YouTuber で初めてアクティブームを使って、広めたっていう、側ではあるので、今回はね、全身アクティブームということで、こちらを今回紹介してます。はい。でね、他のメンバーもね、来てますんで、はい、行きましょう。はい、こんな感じで全員ともアクティブームです。はい、私は挨拶。はい、どうも、ルルです。ヘドタです。お願いします。お願いします。全身アクティブームいかがですか？いや、いいっすね。え、よくない？デザインいいよね。デザインめちゃくちゃいい。今までさ、このアンシャツがあったんですよ。はいはい、アンシャツはあったんですけど、この下とかさ、まあこの新しい T シャツとか、はい、出たばっかなんで、今回こちら紹介してるんですけど、君の場合はで、こうハーパンね。でハーパンとスパッツよね。スパッツですね。一緒一緒一緒。で、両平がハーパンです。こうハーパンですよね。そう、ハーパンは3つあるんですよ。で、まあこっちこれね、何、ノースリーブ。ノースリーブノースリーブもあるし、この青版もあるんですけど、俺持ってます。着てます。本当にこれ着やすいし、サラサラしてて軽くて伸びいいしね。そうで、サイズも結構幅広くあるんですよ。なので、どなたでも着れますし、まあ、プロ野球選手とか、世界人野球選手とか、女子野球選手とか、はいはい、もう幅広く、着用してて、もうプロ野球選手300人以上、もっとかな。もっとじゃないですか。ほぼ着てます。さすが翔平さんって感じですね、やっぱり。何？なんかある。で汗だくっすよ、これ。さっき下向いた瞬間、汗ポトッてしちゃったんですよ。やばいやばい。で、今回、はい、まあちょっとずつ紹介したいんですけど、ハーフパンツあるんですけど、ハーフパンツの、この、上側って言うんですか、ここがさ、特徴じゃない？あれ、ね、ボクサーのあれみたいなやつ。ボクサーパンツ。紐がないんですよ。そう、ボクサーがさ、ほら、履くような、ほら、こう、薄いやつね。うん、そうそう。常にここさ、ゴムになってるじゃん。ゴムになってる。これがさ、もうないわけですよ。だから、なんか、紐取れなくて、その中に入ってるから、そう、本当に便利。めちゃめちゃオシャレです。で、スパッツの方は、はい、この体にこう、なんか、フィット感がありますね。そう、フィット感もありますし、伸縮性もあるし、動きやすいし、動きやすいような構造になってて、はいはいはい、もう同じくこの上側もこういうなんかこういう状態、ハーフパンツと同じような、はいはいはい、パンツとかって結構締め付け激しいときは激しい、そうだね、そういうのがないですよね、これは。ないんですよ。めちゃめちゃこれ良くて、うん、すごい愛用してます。ちょっと愛用します。はい。で、まあ、インナーの方も、まあ、昔は赤とネイビーとブラックだったんですけど、はい、今っていろんな色増えてて、今白あるんですよ、うん、あとライトブルーもあります。ライトブルー、でエンジェもある、パープルもある。幅広くあって、はい、最近出たライトブルーなんかは、まあ、ハムとかね、ジャムとか、そうね、とかね、なんか多分同じ色なんですよね。多分、はい、あれ使ってる人もいるんじゃないかなっていう、はいはい、ブルーだったらちょっと合わないです、色が。中日も使ってるかな。中日は多分普通のブルーじゃない、ブルーかもしれない。もしかしたらそういう時もあるかもしれない。わかんないよ、わかんないけど。あるかもしれない。そんな感じはして見てて思いました。はい、はい。まあ、というわけで、はい、今回何が言いたいかというと、アクティブームが最高っていう話です。そうですね。この夏にアクティブーム全身でもう普通に野球できちゃって、そうね。野球行く時の宿泊とか練習とか、はい、全部これで完結しちゃうっていう。うん、はい、あとは帽子と、まあ練習。アクティブームの帽子と。ズボンとアクティブームのなんかソックスとかあったら完璧です。完璧です。そうやって作りそうっすね。そうっすね。はい、あと一応ね、アームスリーブもありますよね。あります、うん。だからほとんどもうなんか完結しちゃう。グローブとかも出てるし。そうなの。この間出ましたグローブ。本当はね、ありますよ。本当にあるんですか？僕ら出さないで、大井チャンネル出してました。うん、僕らのうちで忙しくて。仕事で。大井チャンネルの動画見てください。はい。ありがとうございます。そのうち撮れたら撮ります。そうですね。はい。といった感じで、はい、今回はアクティブームのご紹介でした。はい。めちゃめちゃいいので、アクティブームの、購入リンクを貼っておきますので、はい、ぜひチェックしてください。そうです、夏これ着て乗り越えようぜ。そうですね。はい、というわけで本日の動画は以上です。よし、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょTV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。
ー